皆さん今回は古代エジプトの謎を解くみたいな、そんなワールドです。古代エジプトですか？そう、砂漠だもんな。すごいのなんかあるね。これスフィンクスか？そう、白樺のスフィンクスですか？え、カバスフィンクス？カバではなくない？白黒だから。あ、色の問題ね。色、うん、関係ないか。全然見た目違うけどな。なんか各ステージ4つぐらいあるのかな、なんか知んないけど、クリアしていくと、はい、謎が解明されるみたいな、なんかそんなこと書いてあったんだけど。あ、なるほど。へえ、うん、あそこに村あるけど。そうだね、一旦村行ってみる。一旦村行こうか。なんか謎の建造物も奥にない？お、なんだ、うん、風車？違うな、船？え、ヨット？いやでもここに水が、あ、これナイル川か。ナイル川出た。なるほど。うん、なんだっけ、一番長いんだっけ。長いか面積大きいかどっちかだよな。長いかな。長い方か。そう、あ、なんかベッドとなんか看板がある、うん、看板設定のことか。なんかボリュームをマックスにしろよとか。はい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 。ターンオフザミュージックボリューム。あ、我々音楽切ってますからね。オッケー。なんかいろいろインフォメーションズとかあるな。わー、7ページに及ぶなんか歴史的説明があるぞ。何？1603年うんぬんかんぬんみたいな。はいはいはい、これはすごいな。まあそんなもんか。うん、物資はこんなもんかしらね。あ、じゃあ僕たちも考古学者みたいな、なんかそういう設定なのかな。あー、ありうるな。うん、あ、ここ、この村も終わった村だ。骨が、これは人の骨ということなのか。うん、